ってください。じゃんけん、あ、じゃんけん OK か、じゃんけんでいい。じゃあ僕は声出しますんで、じゃんけんぽい。どワンピー、はい、ゼストがワンピーです。5試合ごとにスイッチしますんで、ファーストゼスト、ワンピーサイド、ランダムで決めてください。多分初めてでしょうね。やったことない、初めて、初めてだす。ネバーネバープレイポーズ。ラウンド1ファイト。アスカは、まあ、もういろんなキャラクター大抵そうですけど、アスカは結構人によって癖がありますからね。お、ゼストの山下早、家庭をやり込んできたか。トゥデイファーストストリーミング、ユッキーはナプスに3-10だったかな。斜めやられ正面になったぞ。置き攻め、これなんですよ。多分ゼストもお試しで、今お試し受け身してみたんだと思うんですけど、この成功率が今後もうミスんない、ミスるけどミスなかなかミスんないわけですよ、この世界一インターナショナルナンバーワンブライアンは。だからもう壁に追い詰められた時の致死率がやばい、本当にナプスと戦ってる時。熊本の方で今カリもそうでした。壁に追い詰められた時から壁から脱出できずに終わるんですよ。お、これは珍しく投げが通った。その選択肢うなっちゃったよ俺その選択肢俺になかった。え、あのさ、今日の飛鳥戦でレオの 66R、 あ、レオのレイジドライブをパリングするのは、パリーするのは分かるんだ、あれ66だから。っていうかむしろ俺も狙ってる、レオ対レオの時にエキコ狙ってるから。流れるようにとりあえず挑発からの今回タウントジェットアッパー余裕、タウント2ブレイク余裕でしたね。でもアスカのレイジドライブを、アスカのレイジドライブ何が見えた今、何見てパリングしてんだ。青く光ったの見てからパリング無理だろ。これ今かかんないんだっけ、マイナス9になったんだっけ。お互い両パンが1回ずつ通った。これはまず1試合目、これ結構ジミー動きがなんか良かったぞ。どうなる、ラウンド1ファイト。さっきなんか、ま、あれだね、影丸戦よりもちょっと近距離よりか中間距離遠距離に位置取りすることが多いですね、飛鳥戦は。KO Round 2 Fight。これは壁まで行くでしょう。壁まで、あ、行かない。
一番遠い部分だった斜めの部分だった壁剥がし馬を馬をアドリブ馬をか、あー乗ってる、怖い、このブライアン怖い。ゼウスとの読みは当たっていたんだが、お互い姿勢が低く姿勢が高く、みやべ目の前でスカッたところきっちり浮かされる。こういうところとか今普通の例えばオンラインとかで日本のプレステ4オンラインとかやってて日本人同士で戦ってて、なかなかああいう目の前でみやびがびっくりすかりした時とか、別に早いぞこの試合別に浮かせてくる人がなかなかいないわけですよ。だからあのみやび浮かされた瞬間ゼストびっくりしてたもんね今。ラウンド1ファイト。ここで取っていくゼスト。この66LK のまといヒイラギをどう、これこの技結構現在めちゃくちゃな、決めていくコンボは決められず、何なの祭りかな。強いまといヒイラギ強技なんですけど、それをどうジミーが対処していくのか。今のもさ一瞬左横移動しといて、だからアスカの技がスカっている。確認からマッハパンチ打つまでにちょっと時間があったでしょ。立ち状態なのかしゃがみ状態なのか、すげえ早いところで認識してるのよ。これはステップして天空、よくある引っ掛け連携、引っ掛けしゃがませですね。引っ掛けしゃがませ、あのステップを見させてからミヤビーとかしゃがみ状態なんで、よくある連携なんですけど、いや引っ掛かってしまう。ここはゼストをのけぞっていく、厳しい3連敗。まだフルラウンドには到達してないんじゃないか。ラウンド1ファイト。お昼のサーさんたちの結果はどうだったんですか。とりあえず勝った日本人は現在いませんね。ぜひともアーカイブチャンネル登録してご覧ください。 Amazon プライム入ってる人は無料ですからね。入ってなくてもいいんですよこれはもうブライアンのパパーンパパーンタイムです。うわ足りない足りないよお互い発声は違うんですけども、同時にヒットして今まで頑張ってきて神様は見ていたってやつか。3ダメージ足りませんでした、アスカ側に。あれはウォールバウンド、結構アスカのウォールバウンド技使いますね今のさ。ちょっと待って、39秒ぐらいのさブライアンがナプスが左横移動してさスカったところ見て、今回今のはさブラックアウト 3RP 入れたじゃん。だからつまりジミーは RP を用意してあるんだよ。ああいう時さっきはさ
立ち状態なのにちゃんと素早い認識してからジェッパ入れたじゃん。今のはしゃがみ状態だって言って別にジェッパ出さないじゃん。神様見てたやつか。ちゃんと相手がしゃがみ状態だっていうのを見て塚田君の時は中段技を打ってる。でもそこら辺の頭の回転 あまり深く考えないように RP だけは手に用意してあるんじゃないのかな。立ちかしゃがみかだけ判断してるみたいな。危ないぞこれは。壁強になってしまってどうするんだ。うわお、まだ終わんねえのかよ神よ。とりあえず見てからしゃがむ。これかかんなし、かかんなしなのは分かって、あえてもしかしたらその2発目引っ掛け。今のダブル2の選択肢はうまいですね。あの 2発目結構引っ掛かりやすい場所ですよね。パイソンプレス影原は結構引っ掛かっていきましたけど、ゼストには2回パイソンプレス出し切り、2回出して2回とも当たってない。くっ、ジミーのドライブめっちゃ当たるイメージあるって。まあそれはあのね、ジミーはね当て感が鋭いっていう、あのリサーチしてる部分もねすごい鋭い。だから垂直フライングヒール当たるんだよ。Round 1 Fight。 あ、ジミーこれ麻雀強いでしょマジ。うん、なんかあの赤木で出てきそう。むしろ赤木じゃん。白髪にしたら赤木になるんじゃねえか。来たぜぬるりと。赤木はバイブルですよ。背面から失礼していくガトリングアタック。少し考えてしまってコンボにはいかなかったが、ジミーでも間違えることはある。これは読み合いシャガパン。なかなかゼストもあそこはありなシャガパンですね。ノーマルヒットで OK だったんで、まあ読まれやすい部分ではあるんですけども、ナプス側タッチガードしてました。アスカの攻撃力今回すげえ高い。シーズン2ポポポポンが言えない。はんはん、絶命したら負け。わしず鉄拳しようぜ。わしず鉄拳ラウンドを取られたら 300cc ずつ血を抜いていく。絶命するまで続くわしず鉄拳。ラウンド4ファイト。うわ2位とか強そう。なぜ2位は死なない。ここでゼストが乗ってきた。何かを掴んだか。ゼスト帽子合い目、次はスワップだが、ゼストはじゃんけんに勝ったので自分の好きな方を選択してます。くぅ、勝てないのがこの試合。厳しい。心に来る。心に来るよ。クロクロさんは安岡デカからふざけるの。がダメ。クズハイパイ。赤木なんでそんな優しそうな目でそんなクズハイパイを見てるんだ。そうか、赤木はクズハイパイなどそんな事件じゃないんだ。こいつには全然似てねえだろ。俺は赤木だよ。黒木体力同じくらい。レイジになってるのはアスカの方。ゼストの方。
とりあえず使っていくレイジドライブ、フライングヒール、垂直フライングヒールを出したら当たる、スイッチです、スイッチです。ここで0対5、エブリン5マッチスワップ、 1P サイド 2P サイド、今度は、ゼスト 2P、ジミー 1P です。うん、とりあえずジミーはあのじゃんけん全敗してるから。ここで選ばれるステージは神殿ステージ、これはどうなんだろう、ブライアン、まあどっちもどっちですね。ジミーじゃんけん弱いね。いつも負ける。さあ神殿ステージ、カウンター、このスライサーからのコンボ痛い、神殿ステージなら、おっと背面をいただいたが壁級にはならず正面ベタンやられ、ここは今の 3LP のちょいデュレかけで出していくところとかって当て身が怖いわけですよ、ブライアン的には。で、あそ 3LP のあれ、あそこはブライアン側分かってても当て身返し入れらんないんですよね。当て身返しを入れるとデュレがかけらんなくなっちゃうんで、あそこはもう当て身取られるの怖いながらもデュレをかけていくしかないんだけど、そこにテクニックがあって、ギリギリあれって すっごい自由自在にデュレがかけられるから、当て身で割り込めないデュレをかけることができるの。アスカの三鏡とかの当て身って発生3なわけよ。だからつなぎを2フレ以内にしてやってれば当て身は取れないで、逆に当て身を入力したらヒットするんだよね。つまりブライアンのあそこでデュレイをかける期待値はつなぎをその 3LP っていう部分のつなぎを2フレにすることが最大期待値。これは上の方に判定があった、ギリギリのところでカウンターもらっていく。ジミーのレイズドライブは出せば結構当たるやつなんですけど、これはなんかいつの間にかシーズン2からだっけ、ブライアンの 3RK 直スクリューになってるね。こういうところでたまにいただきダメージもらえるから、ああいうのは重要だよね。キャラクターなんかよくわからないところでキャラクターの勝率が上がるから。さあ神殿ステージになり、ゼストに流れが傾くか、とりあえずその前に取らなくてはいけないフルラウンドに行かなくてならない、あえての2発目出し切り、2発目サッシロ、そっちは確か13しかないんだっけ、目の前ですから、これねよくあるよね。でも今ゼストはジャブローで甘えちゃったけど、あそこねほんとね大勢とか上手い人ね、ああいうびっくり目の前すかりきちっと浮かすんだよね。あ、もちろんゼストもそこら辺うまいはずなんですけど、ここはちょっと相手にプレッシャーを感じているか、間違えました、6対0、
Round 1. Fight. ブライアンの猛攻シャガパンで止める。とりあえず1枚目の床わー出て、まだスクリーム見ましょうか。届いていく。ここからこれは結構ある、あのすげー刻んで、まあ神殿シリーズとかあのすごい刻めることが多いんでよくあるんですけど、すげー刻むと壁に張り付いててもあの吹っ飛ぶ感性が残ってるんで、ああいうことが起きやすくなります。これはなんか STL だったら終わりそうだけど、さすがの STL さんもここら辺からじゃフィニッシュはできないか。 STL さん壁が近いとちょっと弱まるからね。壁といい距離だと STL ゾーンであの行き来するから、 STL さんが。ここでゼストがまずは1試合目心を入れ替えて取っていく。これはクルリンハチェットキックカウンター、相手が熱波なのを確認してから挑発を入力しといて、熱波なのを見てからキックオフ。仮足2発目はかかなし、マイナス10あるんだったかな。リーチャオランだったらインフィニティキックで拡散できるかもしれない。マトイヒーラーにノーマルヒットで食らったりはするんですけど、これジャブ1個挟んだのうまいね本当に。これはきっちり抜けてくる。マトイヒロギのカウンターは食らってないよね。あ、ここはここぞとばかりに、これですよ。結構時間がないからあそこはもう受け身、結構地味側も自信あったと思いますね。いや、ここで熱波はもう焦ってないでしょみたいな。で、ああいうところの挑発関連もやっぱミスんないからちょっと生きた心地がしたけど生きないんですよ、受け身を取ってしまうと。この背面から失礼、あんまり減らなそうだぞ。これはゼストの方はレイジ止めだったのかもしれない。あ、仮足2発目マイナス10ですか。知ってる博士がいますね、知ってるボーイがいますね。じゃあインフィニティだわ。今のアスカマイナス9になるマトイヒラギガードからパイソンプレス一発目、当て身をケアした技選択。ハチェットで削っていく、相手にレイジャーと出させないぐらいの体力まで削っていって、厳しい攻め、生ローキックで終わらないんだが、ここで7対0。さあ今日は中野レッドブルスフィア東京、レッドブルゲーミングスフィア東京さんの配信スペースを借りて行っています。機材は全部持ってきました。設営に1時間かかります。
壁補正であんまり減らず、クロクロさんはシーズン3があるとしたら誰が来てほしいですか。わしずかな。もうギース、ミーガン、ゴーキとちょっとあれでしょ、なんか悪っぽいキャラ、悪っぽいキャラ集めたい方わけでしょ。わしずしかないでしょもうこれは。わしず行こう。わしず、わしずか兵道会長どうですか中津さん。で神殿ステージじゃなくて沼ステージやる。沼ステージ、第一フロアブレイク突破、運命の第二フロアブレイク。な1枚2枚と抜けてっちゃう。その日の設定が悪いと思う。全然床が割れない。床が割れるのは運。ザワッ。と言ってる間に最下層に連れて行かれて、これは完全にブラックアウトトラップ。うまい使い方ですね。これでタウンとジェットアッパー、心が冷えていく。ゼスト絶対ですね。どうする、真顔っすよ真顔。今までに全員のプレイヤーがこのジミーと戦う人とかが、要は これだけの体力あればこういう、まあこれは食らっても OK みたいな考えがあるんだけど、そこを挑発ジェッパとかでわけわかんない想定外のダメージ食らうから負けちゃうんだよね。だからそんな夢物語でしょみたいな。マリンちゃんが海物語だったら夢物語っしょみたいな思ってたら、全然なんかもう夢じゃなかったみたいな、本物だったみたいな。KO、 ゼストの心が折れちゃう。これはギリギリ届くスイープキック。いやーこれ見逃す。いやーそこ今のさクロスバズーカ打てる、そこら辺のぐさと言わず、もうのそうのさ、のそうにのぐさに生えたブライアン使い打てる。あれあそこ壁強取るクロスバズーカにしたのね、ビビるわ。その認知スピードにビビるわ。絶対このナプスがね87歳ぐらいになってもね、アクセルとブレーキ踏み間違えねえよ。まあ、ジミーおじいちゃんね、ご飯さっき食べたでしょからの、おお間違えたわみたいな感じで、ブレーキ踏もうとしたらアクセル踏んじまったみたいな感じで、コンビニ突っ込まない、このジミーおじいちゃんは。ジミーおじは。あと俺もボケないからよろしくね。ただ今の団塊世代で甘い汁をすすった高齢者は免許返納した方がいい。本当にくー、ここで9対0、ジミーセットポイントです。ゼスト頑張ってって言われてるんですけど、ちょっと真顔ですね。今多分おそらく今までで初の体験をしているゼストが。ここでさばいて
壁届いたスクリュー、これですよ、こういうところミスらない。まあでも超圧発生13は確かに簡単ですけども、体力見えてますね。これはよくある展開なので、スラッシュキックから WK、 スラッシュキックから WK レオだとね、それをそこを読み切ったんであれば P な技でね避けれるんだよな。教えない。劣化反逆で避ければ、まあでも今パワークラッシュで言ってたんで8フレでもいい、8フレパワークラッシュでもいいみたいですね。スラッシュキックがプラス7ぐらい、 WK が今17か18ですよね。 WK はここでゼストが勝てればもう一度ステージチェンジスワップになります。これはレイジにさせるんだ。置き攻め、遅らせ、置き下段、あっという間に0-10です。勝ったのはミスターナプス。ゼスジミープリーズワンモアゲイン、あゼストもう一回握手してもらっていい、カメラありがとうございます。ゼスト連戦です。ブックとです。